皆さんこんにちは。思い出し英文法、今回は全11回の講義で中学校で学習する英文法を学び直していきましょう。今回のテーマは第1回イントロダクション、知っておくと得する英語の3つの特徴というテーマで講義をしていきます。本講義の目標は中学英文法の復習を行い、英語の基礎を作ることです。ちなみに中学英文法っていうのはどれぐらいのレベルかと申しますと、英会話の8割は中学レベルの英文法で伝わると言われています。英検では3級レベル、中学英文法を完璧にマスターすると TOEIC 600点も狙える点数であります。今回の全体構成はこちらです。それではまず第1回目となる知っておくと得する英語の3つの特徴についてお話ししていきます。英文の3つの特徴、1つ目、英文は SVOCM というものからなります。2つ目、1つの英文に動詞 V は1つ。3つ目、英語には例外があります。では具体的に見ていきましょう。英文は SVOCM からなります。 S はサブジェクト、つまり主語です。文中の主語で名詞、代名詞などが入ります。V はバーブ、動詞の略です。主語の動作や状態を表します。バーブには動詞 B 動詞が入ります。 O はオブジェクト、目的語です。動詞のターゲットを表します。 C はコンプリメント、保護です。 S イコール C または O イコール C の関係で使われます。名詞や形容詞などが入ります。 M はモディファイアの略で修飾語となります。一言で言うと SVOC 以外のものとなります。例文を見ていきましょう。 We call him Ken in our school。 私たちは学校で彼を Ken と呼びます。この We が S となっています。それに対して V が Call となっています。 Call のターゲットとなっている目的語が Him、 ここが O となっています。him という O を、どのように呼ぶか、それが Ken。 ここで O イコール C の関係になっていることに注意してください。 him イコール Ken となっています。つまり彼イコール Ken、 これが先ほど説明した O イコール C の関係です。また最後の in our school というものは先ほどの SVOC に当てはまらないので、ここでは M、 修飾語となります。2つ目の特徴です。2つ目は1つの英文には V が1つ入るというものです。 V というものは英語の中心と言われています。そのため難しい文法、例えば関係代名詞や分詞などを学習する際は V の位置に気をつけて学習するといいでしょう。ここで例文を見てみましょう。 I like the man who works for a trading company。 私は貿易会社で働く男の人が好きです。ここで I が S となっており、 Like が V です。 Like を中心としてその目的語は O となっています。 O がこの長い The man who works for a trading company となっております。このようにまず文の中心がどこにあるのかというものを見ると、長い関係代名詞のような文も理解しやすくなります。続いて3つ目の特徴です。3つ目の特徴は英語には例外があるということです。例えば皆さん、魚を数えるときって日本語で何と言いますか？1匹、2匹、3匹、このように言いませんか？魚を数えるときって引きという漢字を使いますよね。ですが私たち字だけを見たら引きと読みますが、実際に引きとは言っていません。1匹、2匹、3匹、匹だったり匹だったりします。このように私たちネイティブには伝わりやすくても、外国の人には伝わりづらいもの、そういうものが英語にもあるんですね。そういった場合は理屈で考えず英語を丸覚えするという勇気も必要になってきます。今回はイントロダクション、英語の3つの特徴について講義を行いました。ここで学習したことですぐに英語力が上がるというわけではありませんが、
今後英語学習をしていく上で今回学習した内容というものは必要なスキルであったり必要なマインドであります。ではまた次回お会いいたしましょう。